のうとれたいそう。脳トレ体操で脳と体年齢をいつまでも若く。はい、それでは早速準備体操から始めたいと思います。はい、まず最初に背筋を伸ばして椅子にきちんと座ってください。はい、つま先をですねトン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 と交互に足踏みしてみてください。つま先だけで、はい、結構あのつま先の上げる運動っていうのは転倒予防にもなってますので、テレビを見ながらでもね軽くできると思うんですね。そうですね。これにちょっと手のリズムをつけたいと思いますね。トン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 、一緒に動かして、ちょっとリズミカルに、ね、なりましたよね。こうやってリズムを体に作っていただいて、トン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 、乗ってきましたか？はい乗ってきたら手を両方一緒に同時に叩きましょう。足はそのままはい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 、交互に行きましょう。ゴートン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 、両方一緒、はいトン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 、はい終わり。ちょっと足がね一緒になっちゃいそうになりますねそうですね、はい、手と足の動きが一緒になっちゃいそうなんですけどね、はい、とても脳を使うと思いますよ。はい、それでは今回の体操は何ですか？はい、名付けて奇数と偶数体操。奇数と偶数体操、はい、はい、さあ何でしょう。またどうやら頭を使いそうな予感がいたしますけども、ね、そうですね、はい、まず最初に2つのパターンの動きを覚えていただきたいと思います。奇数パターン、偶数パターン。これから私がもし奇数と申し上げましたら、左手と右足を上げて、これが奇数。奇数、はい、覚えましたか？はい、 OK、 多分はい、下ろしてください。次に偶数と申し上げましたら、右手と左足同時。はい、奇数って言ったらば偶数。はい、こんな感じなんですね。まずそれを頭の中にインプットしていただけますか？はい、奇数と偶数の動きでございます。はい、じゃあちなみに1から10までの数字を私が申し上げますので、はい、その数字が奇数なのか偶数なのかを素早く判断して、奇数偶数というふうにですね声をかけながら、はい、見ていただきたいと思います。はい、では申し上げますよ。はい、7奇数、はい、4偶数、8偶数、3奇数ですね。はい、ちょっと緊張しますよね。緊張しましたね。あ、どっちだっけどっちだっけっていう風に、ね、なるんですね。はい、ではじゃあさらに、レベルを上げていきたいと思いますね。はい、今度は簡単な足し算を足し算、計算していただきたいと思います。はい、その足し算の答えが奇数なのか偶数なのかを判断して、うん、今のように体で表現してください。わかりました。ではいきますね。1たす1 2、うん、偶数合ってますね大丈夫ですよ。3たす4 7、おお、2たす4 6、そうです、合ってますよね。そうやってね、いくんですね。では今度は引き算も入りますよ。はい、いいですか。7-5 2、いいですね。3-1 2、あ、同じですねその2っていう笑顔がいいですよねそれではテレビの前の皆さんもやってみましょう。まずは足し算から。4+5=9、奇数です。8+3=11、奇数です。次は引き算です。7-3=4、偶数です。12-7=5、奇数です。いかがでしたか？続いては応用編です。じゃあ掛け算が入ります。はい、4×6 24、うん、合ってますよねそう、計算もしなきゃいけないしね、体でも表現しなきゃいけないんですね。はい、じゃあこれが最後ですよ。はい、100-3 97、はい、正解です。ピンポンピンポン。い
よかった。こう奇数なのか偶数なのかっていうのと数字の計算とかも合わさって、あと体の動きもですよね。そうなんですね。これは混乱しますね。どっちかなと思ってね、はい、両方上げちゃう時があるんですけどね。それはその時はもう笑ってごまかすしかないので、どうぞ、はい、皆さんも笑ってごまかしながらやってください。楽しく。そしてこの家族やお友達同士で問題を出し合っても楽しそうですね。そうですね。はい、それでは次回もお楽しみに。イエーイ。